はい、こんにちは、十三部屋です。はい、今回は、この毛束ですね。この白髪混じりの黒髪、こっちか。はい、こちら、このベースに今回は 4.5M ですね。赤みを抑えるって言われてるあの 4.5M を使って、今回ラックを使っていきます。はい、今回ラックを使って、こちらのこの毛束を、黒い毛も茶色くしつつ白髪にも色を入れるっていう感じですかね。パウダーだけだと黒い毛は茶色くならないんですけど、ね、こういうラックを使うと黒い毛が茶色くなるん でなおかつ、明るい茶色ですかね。真っ黒じゃなくてせっかくなんで明るめの茶色をちょっとやっていきたいと思います。はい、こんな感じですかね。ちょっと少なめに作ってるんですけど、ラック10が 6g で、デベロッパーの 6% ですね。これが 24g で、30g に対して本来 10% なんで3なんですけど、今回は 4.5 を使ってるんで、4.5M を 1g です。はい、これでやっていきます。はい、こんな感じに仕上がりが、そうですね、 4.5M を使うとやっぱどうしてもあの暗くなるイメージはあるんですけど、分量をで今回みたいに全体の、3% ですね。本来普通に染めるときは総量の 20% パウダー入れるんですけど、今回は、はい、3% です。でもしっかり入ってます。